トニー・パーカーこと、ウィリアム・アンソニー・パーカー・ジュニアは、フランスの元バスケットボール選手。NBA のサン・アントニオ・スパーズなどで活躍した。ポジションは、ポイントガード。現在は、LNB のアスベルバスケットで、球団社長を務めている。父は、アメリカ人の元バスケット選手で、母は、オランダ人の元モデル。ベルギーのブルフヘ生まれで、フランスで育ち、フランス国籍を持つ。 ジュニアの国内選手権では平均30得点7アシスト、幾度も20得点を達成するなど花々しい活躍で準優勝を果たした。15歳の頃にはパリ国立体育スポーツ研究センターに入り、ここで後に NBA でプレーするボリス・ディアウやロニー・トゥリアフラトであった。インセップでの2年目となった98から99シーズン、パーカーは16歳ながら、 平均22.1得点でリーグの得点王になった。この活躍でプロバスケットボールリーグ LNB のパリバスケットレーシングと契約17歳でプロデビューを果たし、プロ2年目にはチームのエース格に成長し、14.7得点5.6アシストの成績を残した。また2000年のジュニアヨーロッパ選手権では優勝を果たした。 サンアントニオスパーズ19歳になったパーカーは NBA ドラフトにエントリーする。しかしサンアントニオスパーズでの最初のワークアウトは大失敗に終わり、グレッグポポビッチ HC からは大変に低い評価を受けた。しかし2度目のワークアウトでなんとかメガネにかなうようになり、2001年の NBA ドラフトでスパーズから全体の28位指名を受けて入団した。 スパーズの首脳陣はその時点でパーカー型球団に指名されずに残っていることに驚いていた。もっともポポビッチはパーカーの指名に反対していたが RC ビュフォード GM がポポビッチの反対意見を振り切り強行指名した。パーカーは RC がいなかったら僕が NBA でプレーすることはなかっただろうと振り返っている。2001から02シーズンに NBA デビューを 果たしてからも、しばらくの間は、ポポビッチ HC の出荷を受ける日々が続いたが、抜群のスピードとクイックネスは即戦力として、通用した。開幕スターティング PG のポジションには、リーグ5年目だったアントニオ・ダニエルズがいたが、開幕5試合目を終えたところで、ポポビッチ HC は、スターティング PG をパーカーに変更。ルーキーながら、77試合中72試合に、 スターターで出場し、9.2得点、4.3アシストの成績を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。2002から03シーズンは早くもチームの主力として、全82試合出場を果たし、平均15.5得点は、チーム2番目の成績だった。大黒柱のティム・ダンカンとパーカーに牽引されたチームは、プレーオフを勝ち進み、4シーズンぶりに、 ファイナルに進出。当時のトップ PGJ ソンキット率いるニュージャージーネッツを四勝二敗で破り NBA チャンピオンに輝いた。シリーズ中平均十四得点を記録したパーカーは二年目にして早くも一つ目のチャンピオンリングを手に入れることになった。二千五年スパーズでプレーするパーカー二千三から零四シーズン長らくスパーズを支えてきたデビッド・ロビンソンがシーズン前に引退し スパーズはダンカにパーカー、そしてアルゼンチン出身のマヌジノビリラを中心としたチームに移行した。優勝を果たしながらも、ポポビッチラチームの首脳陣は、パーカーのプレイぶりには満足しておらず、試合の終盤にはスピーディ・クラクストンが起用される場面が多かった。このオフには、ジェイソン・キッドの獲得に動いたが、実現には至らず、パーカーはチャンピオンチームの先発の座を死守した。 この年のプレイオフはカンファレンスセミファイナルでロサンゼルスレーカーズに敗れ連覇はならなかった2004から05シーズンは2位でプレイオフ進出そしてファイナルまで勝ち進む前シーズンチャンピオンチームのデトロイトピストンズと対戦しパーカーは前シーズンファイナル MVP のチャンシービラップスとマッチアップピストンズの硬いディフェンスにスパーズは苦しめられたが ジノビリがチームを牽引する活躍をし、またパーカーも平均13.9得点でチームに貢献。ゲーム7までもつれたシリーズをスパーズが制し、パーカーは2つ目のチャンピオンリングを手にした。2005から06シーズンパーカーは苦手だった。ロングレンジからのシュートを封印し、得意のペネトレートからの得点により磨きをかけたことによりフィールドゴール成功率が急上昇し、PG としては 異例の54.8%を記録。故障を抱え部長だった段ン,ンに代わりチームのリーディングスコアラーとして活躍し、平均18.9得点の成績を残し、初めてオールスターゲームに選出された。スパーズはチーム記録となる63勝19敗の成績を残したが、プレイオフではカンファレンスセミファイナルで宿敵ダラスマーベリックスに敗れた。 2006から07シーズンにはダンカンが復調し、スパーズは順調に勝ち続け、プレーオフでも対戦相手を次々と退けてファイナルに進出。レブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズと対戦した。このシリーズでパーカーは独占上とも言える働きぶりを見せ、平均24.5得点5リバウンド3.3、アシスト、 フィールドゴール成功率は57%を記録し、キャバリアーズを4戦全勝のスイープで打ち破った。パーカーは、ファイナル制覇3回目にして、初のファイナル MVP を獲得、7月に控えた、婚約者との挙式に花を添えた。24歳になる以前に出場した、プレイオフの試合数が、NBA 史上最多という記録を持つ。零七零八シーズン、VS ウィザーズ戦にて、 アリーナスとマッチアップするパーカー2007から08シーズンスタッツは昨年とほぼ変わらないが足の怪我により13試合に欠場連覇が目標だったがカンファレンスファイナルでロサンゼルスレイカーズに一勝しかできずに敗れる2008から09シーズンチームは73年以来の開幕3連敗をしてしまうしかし4戦目のミネソタティンバーウルブズ戦でパーカーは キャリアハイの55得点10アシストの大活躍で連敗を止めた。NBA 史上50得点10アシストを成し遂げたのは彼で4人目であった。2009から10シーズン怪我のため出場試合数は56に止まり、平均得点も前年より大きく下げた。パーカーの怪我により、大幅に出場時間を増やしたジョージヒルが期待を上回る活躍を見せ、オフにはパーカーを トレードで放出する案も浮上したが、結局、契約を延長した。2010から11シーズン上司を戻し、フィールドボールパーセントも50%を超えたが、プレーオフでは、パーカーは、好調を維持したが、チーム全体が勝負強さを欠き、1回戦で、第8シードのメンフィス・グリズリーズにアップセット、されるという事態を招いた。 2011から12シーズン2009年以来の NBA オールスターゲームのメンバーに選出。チームもシカゴブルズと並ぶ50勝16敗のリーグ最高勝率でシーズン終了。プレイオフもユタジャズ、ロサンゼルスクリッパーズを4戦全勝で下し、カンファレンスファイナルは新興勢力のオクラホマシティサンダーとなった。まずはスパーズが2勝を挙げる。しかし、ここから ケビン・デュラント、ラッセル・ウェストブルック、ジェームス・ハーデンなど、若さあふれるタレント集団が、驚異的な巻き返しを見せ、その後は、まさかの4連敗を喫し、2007年以来の NBA ファイナル進出はならず、パーカーにとっても、失意のシーズンとなった。2012から13シーズン6年ぶりに、ウェスタンカンファレンスを制し、ファイナルは、レブロン・ジェームズ、ドエイン、ウェイド、 クリス・ボッシュのビッグスリー要するマイアミヒートとの対戦となった。パーカーは第一戦で体勢を崩しながらも決勝シュートを決めヒートを3勝2敗まで追い詰めたが第6戦の勝利間近でのレイヤレンの同点3ポイントシュートから形勢を逆転され3勝4敗で屈した。2013から14シーズンリーグ最高勝率で勝ち上がりプレーオフは ダラス・マーベリックスに苦しめられたものの順調に勝ち上がり、カンファレンスファイナルは2シーズン前にファイナル進出を阻まれたオクラホマシティ・サンダーとの対決となった。スパーズは2連勝したもののその後2連敗を喫し,し、2シーズン前の悪夢が蘇るところだったが、ここでパーカーらが奮起し、2連勝し、ウェスタンカンファレンスを制した。そしてマイアミヒートとの再戦となった。 NBA ファイナルは終始ヒートを圧倒し7年ぶりに NBA 優勝。パーカー自身も通算4個目の NBA チャンピオンリングを獲得した。2014から15シーズン披露の蓄積による欠場が増えパッテミルズやコーリー・ジョセフなどに出場機会を譲ることが多くなったもののティム・ダンカンらと共にチームを牽引した。2015年3月31日の マイアミヒート戦に出場し、NBA 史上最速で1000試合出場を果たした。NBA で1000試合出場を達成した114人目で、スパーズのみでの達成では、ティム・ダンカンに続く2人目の選手であり、この時点での勝利数は718で、勝率でも歴代トップクラスに位置する。チームは終盤戦の11連勝などで追い込み、55勝27敗の成績で、 NBA 初の16年連続50勝以上という偉業を達成。しかしウェスタンカンファレンス6位で終わり、上位シード権を失ってしまった。そしてロサンゼルスクリッパーズとの対戦となったプレイオフファーストラウンドはパーカー自身左足アキレス権の負傷を抱えながらも奮闘したがチームは3勝4敗で屈した。同シーズンについてパーカーは非常にタフで、 クレイジーなシーズンだったよと振り返っている。2015から16シーズンスパーズは、ラマーカス・オレドリッジを獲得し、カワイ・レナードの成長も、相まって、フランチャイズ記録となる67勝を記録し、パーカーは、平均11.9得点を記録した。プレーオフに進み、メンフィス・グリーズリーズを、スイープで下したが、カンファレンス準決勝で、オクラホマシティサンダーに2勝4敗で敗れた。 2016から17シーズンチームの大黒柱であったティム・ダンカンが引退し、パウガソルがその代わりを務めるべくシカゴ・ブルズから移籍し、61勝21敗でレギュラーシーズンを締め、フランチャイズ初となる2年連続の60勝以上を達成した。パーカーは63試合に出場し、平均10.1得点を記録した。プレーオフは第2シードで前へ、 シーズンと同じメンフィス・グリズリーズと対戦し、4勝2敗で、ヒューストン・ドケッツとのカンファレンス準決勝に臨んだ。これまで好調を維持してきたパーカーであったが、第2戦の4クォーターに、ペイント内へのドライブ時に、左の大体4頭筋の剣を断裂し、以降のゲームに出場できないことが決まった。また実戦復帰は2018年1月頃になるとも、報じられた。 2017から18シーズン前シーズンのプレーオフでの負傷で復帰が2018年秋になると報じられたが、2017年11月に年中に復帰できるのではないかと報じられた。2017年11月27日のダラスマーベリックス戦で復帰出場を果たし、このシーズンは55試合に出場し、シーズン途中の1月21日、 グレッグ・ポポビッチヘッドコーチの決断で、長年ポイントガードのスターターを務めてきたパーカーは、控えに回り、ディジョンテ・マリーをスターターに起用することが発表された。2018年4月22日のプレイオフ、ファーストラウンド、ホーム2戦目となるゲーム4で、フィジカルなディフェンスと3ポイント構成で103から90で勝利し、この勝利で、パーカーとマヌジノビリは、コンビとして、 プレーオフ勝利数を132として NBA 最多勝利量となった。2位はティム・ダンカンとパーカーの131勝。3位はティム・ダンカンとジノビリの126勝。4位はコービー・ブライアントとデレック・フィッシャーの123勝。5位はマイケル・ジョーダンとスコッティ・ビッペンの117勝。シャーロット・ホーネッツ2018から19シーズン2018年7月6日。 シャーロット・ホーネッツと2年1000万ドルで契約することが報じられた。2019年6月10日、現役引退を発表し、18年にわたる NBA キャリアを終えた。引退後の現地2019年8月16日、スパーズはパーカーの背番号9を永久欠番とすることを発表した。セレモニーは現地11月11日のメンフィス・グリズリーズ戦で、 行われる。ティム・ダンカン、マヌジノビルと共に、スパーズのビッグスリーと呼ばれ、トリオ通算レギュラーシーズン試合数、通算勝利数、通算プレイオフ試合数、通算勝利数のすべてで、NBA 歴代1位である。強気なゲームメイクと相手守備を切り裂くスピードを持ち味とする、リーグ屈指のポイントガード。身長は188センチメートルで、NBA 選手としては小柄だが、 味方のスクリーンを使い、スピンウーブなどのドリブルテクニックを駆使したドライブから、ペイントエリアで得点を量産する。フィールドボール成功率もキャリア平均で50%に、近く、ガードの選手としては極めて高い数字を残している。ティアドロップショットと呼ばれる、中距離から放つアーチの高いレイアップシュートは、パーカーの大きな武器の一つである、アレン・アイバーソンなど小柄な選手が得意としている。 ミドルレンジからのジャンプシュートを得意とし、3ポイントシュートは苦手としていたが、現在は克服しつつある。フランス代表でのパーカー2000年のジュニアヨーロッパ選手権では優勝を果たした。以来フランスナショナルチームとして2005年ヨーロッパ選手権で銅メダル、2011年ヨーロッパ選手権で銀メダル、2013年ヨーロッパ選手権ではボリスディアウ、ニコラス・バトゥム、 何度でコロラと共に金メダルを獲得し、この大会で MVP を獲得している。ユーロバスケット2013でリトアニアを80対66で破り優勝し、MVP となった。2015年9月、ユーロバスケット史上歴代1位となる1032得点を記録した。エヴァとパーカー、2008年エミー賞にて、ありがとうございます。